奈良街道は、奈良へと至る街道の繁昌であり、京都府内においては、歴史的経緯からいくつかの経路が存在する。なお、京都から伏見を経て、奈良へ至る街道は、山都街道とも呼ばれる。奈良側からは、京街道とも言うが、山都国内の道のりが短いこともあり、一般的ではない。原型は、北陸道から平城京に向かう古代環道。 平安京戦と後も、奈良へ向かう際は、小倉池を避け、深草岡目谷六地蔵を宇治経由の道が取られた。秀吉の伏見城追記によって宇治川が改修され、伏見から対岸の向こう島に渡り、小倉包み上の道を抜ける街道が整備され、大和街道と呼ばれるようになった。その後、昭和初期に小倉池が干拓され、寒月橋から、 小倉池の2の丸池であったところを国道が通され、京都と奈良の幹線道路の役割を担うようになった。近年では、京都と奈良をつなぐ国道24号に奈良街道という愛称が付されている。奈良街道と大和街道は、いずれも奈良に向かう街道を指す名称であるが、京都府内では、この奈良街道と大和街道は違いを持ちながら使われている。 明治時代の京都府令によると、京都から伏見街道を通り、伏見を経て、小倉池の小倉邸城を通り、木津川を泉大橋で渡り、大和国境に至る道を大和街道、深草の墨染交差点から伏見街道と分岐し、大亀街を通り八家峠を越え六地蔵に至り、宇治川湾を通り、宇治を経て、大久保で大和街道と合流。 相良郡田名倉村で山都街道と分岐し、木津川を渡り相良村を経て、山都国境に至る道を郡山街道としている。後に、東海道の髭茶屋追い分けから、山品盆地を南下し六地蔵に至り、そこから宇治川右岸を通って、伏見間月橋で山都街道と交流する道を奈良街道として加えている。現在では、京都、奈良間の街道を指す繁栄として、 奈良街道という故障が用いられるが、小倉包み上に築かれたバイパス部分を指している場合は、かつての故障からもっぱら、大和街道と呼ばれる。また、奈良街道という名称は、京都と奈良をつなぐ幹線道路の愛称として、現役の幹線道路にも用いられているが、大和街道は歴史的な旧道を示すものとしての認識が強い。なお、 京都中心部と奈良をつなぐ幹線道路である国道24号に対して、現在奈良街道という愛称が与えられているが、京都市内では奈良街道という名称はほとんど用いられない。これはその経路にある伏見は、奈良方面だけでなくかつては大阪方面へ乗り黒、水路の玄関口でもあったこと、また現在の国道24号の経路は、 武田街道という名称が根付いているためである。京都市内には、山品盆地内に、奈良街道という愛称を持つ道路があり、近道を避けるためとも言えよう。以下が、京都府内で、奈良街道、山都街道と呼ばれる。伏見から文後橋で宇治川を渡り、小倉池に築かれた、小倉津々の津々美城を進み、西目川、牧島を経て、小倉からは、 直線的に南下して、大久保で、宇治からの道と合流し、奈良へと続く。明治時代には、京都から、伏見街道を経て伏見までの区間も合わせ、奈良県境までが、大和街道と位置づけられた。現在は、京都、奈良間をつなぐ街道として、奈良街道、あるいは、京都、奈良間をつなぐかつての幹線道路として、旧奈良街道と呼ばれることもあるが、 関月橋から大久保までの区間は、江戸時代から明治時代にかけての故障である、山和街道と言われることが多い。小倉堤は、小倉池干拓とその後の宅地開発に際し、切り崩されたが、西目川や牧島で一部地盤が高くなっている部分が残されている。東海道の髭茶屋を岩けで山上大橋への道と、別れ南西へ進み、大谷、小野、大護を経て、 六地蔵に達する。明治時代には、前期区間と六地蔵から宇治川上もおり、関月橋までを含めた区間が、奈良街道と位置付けられた。大谷より南では、直線上に振動が付設されており、現在は、こちらが奈良街道、旧道部が旧奈良街道と称される。げ茶屋追分けから、小野付近までは、大阪へと向かうかつての東海道延長部の一部でも、ある。 東海道は、小野付近で分岐し、下十時大岩街道を経て、伏見へと続く。六地蔵から小幡宇治を経て、宇治橋を渡り、大久保で、小倉手城を南下してきた大和街道と合流する。明治時代には、隅染から深草岡目谷、八下峠を経て六地蔵までの道と合わせて、郡山街道の一部として位置づけられた。現在は、 郡山街道と呼ばれることはなく、奈良へ通じる街道として、奈良街道と呼ばれる。六時蔵、宇治館では山側に振動が付設されている。ありがとうございます。